滝沢秀明 VS 福田敦氏、エンターテイメント業界の派遣をかけた壮絶な戦い戸部 VS スタート社、新たなるエンターテイメント業界の覇者は誰だ平野翔は成功の切り札社長であり、今や戸部の代表取締役でもある滝沢秀明氏は、業界における競争の行方を握る一人かもしれません。彼の再配次第で、 スタート車とトベの間で繰り広げられる熾烈な競争がどのような方向に向かうかが決まるかもしれません。福田敦志氏が率いるスタート車の船では業界に大きな異変をもたらしました。旧ジャニーズ事務所のタレントらによる新会社の誕生は多くの人々に希望を与えると同時に業界内での様々な変化も引き起こしました。一方で、 トベも滝沢秀明氏のリーダーシップのもと、新たなステージに立ちました。社長時代からの親友、福田厚志氏による新会社、スタートエンターテイメントの設立は、芸能界に新たな風を巻き起こした。これに対抗すべく、かつての事務所から分離したトベも一年が経過した。両者はいかにして共存し、競争を繰り広げるのか。 その鍵を握るのは平野翔だ。戸部にとってスタート社の誕生は追い風だ。スタート社は従来のジャニーズ事務所の制約を受けず番組への介入もない。これにより戸部所属のアーティストたちは新たな舞台に登場することができた。テレビ朝日のミュージックステーション2時間スペシャルに戸部の平野翔神宮寺優太 岸優太が初登場したのはその一例だ。戸部にとっては、スタート者の登場は追い風となりました。共演 NG や番組内容への介入など、以前の枠組みを打破し、新たな可能性を切り開いています。これまで旧ジャニーズ事務所からの対処組にとっては、テレビへの露出が難しかった時代もありましたが、戸部の登場によりその壁が取り払われつつあります。 特に注目すべきは、テレビ朝日のミュージックステーションにおけるナンバーアンダーライン愛の初登場です。かつてはジャニーズ事務所の指定席とされていた番組に、戸部所属のメンバーが出演することは画期的な出来事です。これは福田氏の新たな舵取りによるものであり、業界全体に大きな影響を与えました。かつて、ジャニーズ事務所の指定席と呼ばれ、 他の芸能事務所の男性アーティストが出演することはまれだったエムステに、対処組である戸部のアーティストが登場したことは、大きな変化を示している。これは福田氏の改革の一環であり、旧ジャニーズ事務所からの脱退組が新たな可能性を見出すきっかけとなった。旧ジャニーズ事務所からの転職組が戸部に集まる中、スタート社は恩恵な方針を貫いている。 スタート社所属のアーティストとトベのアーティストが同時期に楽曲をリリースするなど、競争を避ける姿勢を示している。その結果、両社の楽曲がヒットチャートで上位を争う事態となった。マクドナルドの CM 出演をめぐり、スタート社のファンが抗議する声が上がったが、これは新しいジャニーズ事務所との関連である。マクドナルドは過去の性加害問題を受け、 旧ジャニーズ事務所のタレントとの関係を断ち切った。そのため、スタート者所属のアーティストが CM に出演することで、ファンの不快感を招くこととなった。一方で、民放の音楽番組の増加は、アーティストの争奪戦を加速させている。日本テレビやフジテレビなどの番組では、様々な芸能事務所のアーティストが出演し、競争が激化している。 これにより、特定の事務所に偏った扱いは難しくなっている。これらの動きの中で、一人のアーティストが競争の行方を左右する可能性がある。それは平野章である。彼の活躍次第で、飛べやスタート者の未来が大きく変わるかもしれない。これらの情報を踏まえると、芸能界における新たな潮流と競争の模様が明らかとなる。 どの事務所も独自の戦略を展開し、自社のアーティストを成功に導こうと奮闘している。果たして、これらの努力はどのような結果をもたらすのか、注目が集まるところだ。さらに興味深いのは、旧ジャニーズ事務所から都部へ転職した社員の動向です。かつて各局の制作トップと直接やり取りできるほどのベテランマネージャーが減少し、 その一部がスタート社に移籍したことは、業界の構図を大きく変えました。これにより、ト部は以前のノウハウを受け継ぎ、新たな展開を図ることが可能となりました。また、スタート社の恩恵路線も注目に値します。共演 NG の撤廃や番組内容への介入の停止は、業界全体に革新をもたらしました。スタート社は今後、 より一層の成長を遂げる可能性がありますが、その一方で新たな課題も待ち受けています。最近では、マクドナルドとの関係にも注目が集まっています。ジャニー北川氏の性加害問題以降、マクドナルドは旧ジャニーズ事務所との取引を見直しました。これにより、スタート者所属タレントがマクドナルドの CM に起用されることに一部のファンが抗議するなど、 新たな波紋が広がっています。業界全体が激動の時代を迎えていますが、トベは民放の音楽番組での露出を増やすなど、積極的に新たな舞台への挑戦を続けています。一方で、スタート者も穏健な路線を貫きながら、業界全体の発展に貢献しています。滝沢秀明氏の決断が、業界の未来にどのような影響を与えるか、 これからの展開がますます注目されます。彼のリーダーシップは業界の潮流を変える可能性を秘めています。スタート社と戸部の競争はまだ始まったばかりであり、その行方を見守ることは業界関係者やファンにとっても興味深いものでしょう。両者の間で繰り広げられる競争は単なるビジネスの争いにとどまりません。それは エンターテイメント業界全体の方向性を決定する可能性を秘めています。福田厚志氏率いるスタート社が穏健な路線を貫く一方で、滝沢秀明氏の下での戸部は新たな挑戦を続けています。業界のこれからの展開は、過去の枠組みを超える革新とチャレンジが求められます。民放の音楽番組の増加や、マクドナルドとの関係再構築など、 様々な要素が業界の変化に影響を与えています。これらの変化に対応し、新たな時代において業界をリードするのは、滝沢秀明氏や福田厚志氏などのリーダーシップが不可欠です。そして、私たちが注目すべきは、これからのエンターテイメント業界がどのような方向に進化していくのか、そして、その中でタレントやファンがどのように変化に対応するのかです。 これからの展開が業界のみならず、社会全体に与える影響も考えなければなりません。最後に読者の皆さんに問いかけたいことがあります。あなたはスタート者とトベの競争にどのような期待を抱いていますか彼らの競争がエンターテイメント業界にもたらす影響について、どのような予測を立てますかそして、 あなたがエンターテイメント業界の一員である場合、あなたはどのようにしてこの競争に参加したいと考えていますか最後に、滝沢秀明氏のリーダーシップが業界の行方を左右する鍵を握っていると言えるでしょう。彼の決断次第で、スタート者とトベの競争はさらなる展開を見せることでしょう。では、あなたはどの事務所のアーティストを応援しますか 彼らの活躍にどのような影響があると思いますかそして、これからの芸能界における競争の行方はどうなるでしょうか興味深い議論が期待されます。